維新片山大輔が国会で赤っ端、 GoTo 除外基準を理解できず。本日維新の片山さんが国会においてこのような発言をしてしまいました。で、そもそもその冬が近づくにつれて新しい波の到来というのは想定できたはずです。で、この GoTo 事業はその感染が収まってから始める政策だったということで、その第2波の夏の第2波の波が収まらなかった時から始めた以上はね、どういう基準でやめるのかっていうのを考えておくべきだったと思います。で、その時間も十分にあったはずだと思います。で、それがきちんとしていたのか、していたのであれば、それを説明していただきたいと思います。西村国務大臣。分科会からはですね、すでに GoTo トラベルを始める頃から、ステージ3の段階になれば、これは様々な見直しが必要だということをご提言をいただいております。もうご案内の通りで、ステージ4になるともう緊急事態宣言が視野に入ってきますので、3の段階でチェックをして、正しいと思われている感染防止策がしっかり取られている方であっても、一定の制約をかけることによって、感染者の増大を抑えていくということであります。そういう意味で私ども、国交省観光庁を中心にこのトラベルの事業についてはステージ3の段階でどういったことをやっていくのか、すでに最初の段階で東京除外してスタートしているわけでありますし、そうした経験も踏まえて、しっかりと準備がなされていたところであります。片山大輔君。その割には、この感染が急拡大してからのこの1、2週間、やっぱり迷走した感じも見えますね。このようになっておりまして、こちら政府の対応については、西村大臣の答弁の通りでございますが、片山さん、この GoTo を除外する基準が GoTo が開始された時点で作られたものであることを知らずに質疑を行い、答弁されても台本を、原稿を修正することができず、このように迷走したとご了承されているようでございますが、こういった批判のための批判しかできない低レベルな質疑が今後も維新において続いてしまいますと、国民民主党にも負ける恐れが出てまいりますので、維新の皆様には、ぜひともですね、建設的な質疑を行っていただき、これ以上国会の貴重な時間を無駄にしないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。